どうも皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。はい、というわけで今日もねやっていきましょうよ。いきましょう。今日使う時はこちらポポンポポン、まあ、ゴリ押しのゴリという形で、はい、トイが先手です。ですね。はい、まあどういうものか見せたいんで、うん、まずやっていきましょう。はい、さあいきましょう。タキリーダーがやっぱ流行ってるんですか。知らん。いや、突っ込んでほしかったなと思って。知らん。多分 AI ですね。流行ってる。いや、 AI です。あのね、はい、行きましょう。まあこれ結構強いよ。ですね。300、600、300、合計1200ダメージを一緒に叩き込めると、うん、しかもこいつ 8なんでセンスがクリティカルも。うん、次出るからね。次出すよ。何がやばいって、この毎ターンやっぱり1000近いダメージを叩き出していくことによって、うん、もうテンポがやっぱ早いんだ。はい、バチコン。あれ、やっぱ冬になったからね、ちょっとね。あれか、まだ温まってねえんだよね。温まってねえんだよ。アスクリとかまだ温まってないよ。お腹すいたな。普段冬眠してくから。あれやったね。あれやったな。俺パン持ってきてるわ。パン食おう。あれ食いに行こうや。つけ麺。鉄。知らん。誰？誰？え、あの川崎のあれ食い行こうよ。川崎の食い行きますか。車出してくれれば。なんで俺が車出さないの。お前前出すっつってたじゃん。全然出すよ。マジで行こうよっつってたのに、うん、お前も行く行くっつって行かねえタイプだ。行こう。あー、これはちょっとね。あーっと、めんどくさが光るね。あーっと、俺のあのお化けに変わったとこなんだった。けっせ、勝ちないよね、さすがにね。これは勝ちはないですね、まだ、うん。バースティングボンバイ打ちましょう。はい、お願いします。これでマルちゃんが蹴れば嬉しい。誰や。あー違う。あー誰かわからんかったわ。マルちゃんのこと。まあこうかな、こうかな。はい、しゃめ。まあこれでね、うん、1番に置けるって思えば。はい、しかもこいついいことにあの8からのダメージ受けないんで。はいはいはい、そっか。だとしたら10番とか打てるのもよかったかもしれないね。あ、そうだね。まあでも8確か1ターン目出たね。出たね。うん。取られないため、いや1番だ。そうだね、うん、取られないためのこの5番だから。はい、フライングブギーロック。こうね、ジブリに出てきそうな。はい、これちょっとまずいんじゃない。割とまずいっすね。もうお互いバーストも残っていない状況。勝った。はい、下がってくれたんですわ。対戦ありがとうございました。1400ダメージが次あります。しかしこいつもあれなんだよ。なるほどね、やってくれるじゃねえか。潮風のバー、誰がバカじゃ。勝ったな。ああ、あった。どうするこれ。アイロナもうスルーでいいんじゃないですか。意外に勝ってないんですよね。意外に勝ってないです。こうこう3で、うん、勝手に今指が離れた。いや、いいんじゃない。攻めるよこれで。まあいいやろ、アイロナ別にその火力出ないだろ。うん、アイロナ火力ないし、別にあれでしょ、ラムちゃんも一緒。うん、月光で叩き潰そう。デレンデンデンデン、上からバチコーンっつって、もう上から殴るから。スパクリ出すき。スパクリもないんだよ今。スパクリ2なくなったんだ。やべ、雪が降ったら。スノボも行きてえな。スノボール超うめえよ。ほら、こうやって下がってくれっから。ナンパされると。髪きれいだよ、髪。髪のせいなのか。これで帽子かぶったらどう、女の子に見えちゃうか。ヒゲ、ヒゲ大丈夫だね。ヒゲのおかげで俺なんとかなってるとこある。そうだよ。なるほどね。結構めんどくせえ。結構めんどくさいですけど、まあ勝ちっすね。ラムちゃんが先手後手にも入ってるっていう、とんでもデッキでした。確かにクリスマスと普通のと何ちょっとずらしてきてるの。まあ何でもいいっすわ。はい、行きましょう。
あ、俺か。はい。待ちくたびれちまったさ。声めちゃくちゃ可愛いのにキャラがあんま可愛くないんだよな。いや、そんなこと言う。伸び伸び育った町娘。ワンよいしょ。ウィンドブレーカー上に羽織ってるのめっちゃいいよ、ね、いい、マジでいい。なんとなくいいんだよな、このウィンドブレーカーを羽織ってる感じが。はい、次行きましょう。はい、もう一度行きましょう。行くぞ行くぞ。はい、カット。はい、またこの動きね。はい、カット。しかも1段目にね、このこれ火力的にさ、うん、チャンピオン、あーでも1200だから違うのか、一緒なんだよ。こっちもいいか、うん、こっち、いや一緒じゃないよね。あ、一緒か、一緒。600だから、いや 1000しか当たらないから1200か800のから、あ1000か、200しか違う。あ、俺がブルー置くってこと？そう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 。ああなるほどね。そう、いや、それ言ったら5-4でブル置いてもよかったね。よかったんだけど、いや、だとしたら、うん、いやブルを出すんだったら、うん、俺はチャンピオンは間違いなく1-2、あ、違う、チャンピオン呼んで1-2ブルだと思ってるから、そしたら、まあ、悪くなかったかな。なるほどね。もう、いいっしょ。はい。おれいー、これが俺のセンス8。センス8のかまってちゃん。もうね、決して残ない。もう決まりまであるよ、これ。こっから。決して残ない。なるほど。出てくれ。ワルナ出ろ、ワルナ。ワルナ出てくれ。ワルオーバー出たらもう勝ち確よ。ワルオーバー出てほしいね。ワルオーバー。12にあれ来い、シースルーム来い、シースルームだっけ、ワルオバ、ムムテラダルス、絆が繋がってしまったな。それは糸だるくていたりって感じ。ワル、あ、ワルナス来た。ワルナス来たって何。いや、ワルナス来たよ、ワルナス。ワルナス来たが、花ちゃんが非常にメンディーって感じやね。これだろ。オッケー。いや。これか。これだろ。これで。え、これであれだろ。ハシビロイ6だろ。ワルナスとあのお化けを残していく。あ、残していこう。勝ちだ。俺らの勝ちだ。2500はねえやつ、絶対。どうやって叩き出すんだよ。もうねえか。ないだろ。次言うたら俺は1000だから。しかもこの悪なお化けもいるから。確かに。盤面400残っても負けないからね。そうなんだよね。そう。だって、勝ち筋がないんだもん。このデッキ、相手の。うん、あるのか？あった？うまいぞ、うまいぞ、とてもうまいぞ。ええそんなうまいことある？そんなうまい話ないでしょ。でも大丈夫、盤面に700しかないから、さすがに600は出ない。600ってどうやって出すんだって。ほら、勝ちなすよ、勝ちなすよ、勝ちなす、勝ちなす。やっぱね、攻めるタイミングと守るタイミングのあれがね、見極めが大事だね。イエスが、勝ち勝ったな。ああ、くらえ、これが必殺クモパンチ。よっ、 UFO クイーンやっぱりね、素敵だね。ワルナスよ、ワルナスよ、ワルナスよ。はい、オッケー、イエス。まあ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 、やっぱゴリ押しのゴリですよ、うん、これで僕たちもワールドリーグに上がったので。これで上がったか。上がりました、イエス。これ先は皆さんにね、さらにレベルの高い戦いをお届けいたしましょう。次いきます。
もう一戦いきましょう。誰これ。これは阿部寛ですね。阿部寛か。結婚できない男見てた。見てない。そうでしょ。俺テレビ見ねえんだ、悪いけど。え、結構昔よ。そのまだ俺らがテレビを見ていた頃の話。いや、テレビ見ねえんだよ。あ、もうそれすら見ない。うん、勝った勝ったわこれ。バカ強いこの動き。さいさい、うわ終わったやんって思ったそこのみんな、違うんだ違うんだ違うんです、違うんだ違うんだ、これが悪なすよ悪なすよなんですよね。でこの後手のウリマルウリボーローに関しては、うん、もう一回聞いて、そこいいだろ見逃せば。ウリマルウリゴロに関しては何ですか。後手のウヤウイゴーに関してはね、うん、あの騎士のところの400がちょうどね、ちょうどワルナス用の HP なんですよね。ワルナスにしっかり入る、うん、でこれで1000ダメージをこのターン叩き出していくと。 Yes I do。 ただまあ相手ねファイティングベースを打たれるようになっちゃったんで、まあ そこが心配の鎌足り。まあもうそこもあんまりあれですよね、もうそんなことよりももうご利用ししていこうよと。そうそう、しかもこういうタイミングでしっかりと UFO クイーンを持てているというね。はい、素晴らしい、この強さよ、素晴らしい。しかし相手は出してこないですね。にゃん玉だ、にゃん玉下がりましたね。にゃん玉にゃん太郎だ、にゃん玉にゃん太郎で処理。7番かな、バンストが打てないの か, かな。はい、勝った。このターン1400ダメージです。ドドンガターン、ドドンガ、ドン吉も強えな。おい、ドン吉も強えんだよ。こっちの強いけど、いやもうね意味が分からん、意味分からんマジで。UFO クイーンやっぱ使って分かる強えんだっていうやつよね。見れば分かる。強いやつや。強いやつや、もう持ち上がりすぎだから。すまねえな阿部寛、阿部寛これはもう戸惑ってる今。マジかよ、あ、なんでだよ今の阿部寛のモノマネらしい。なんでだよ、そんなお前、じゃあなんとか重工はどうすんだよ。ロケットだロケット、食らってくださる今ね。下町ロケットね。スタンデーかな。オッケーイエス。もういいよこれで。最後ちょっとデッキも一回いきましょう、はい、梅っちさん、お見せしますよ。誰誰、デスビン。これです。はい、まあこれですね、はい、まあご利用しです、まあ基本ご利用しっすよ、はい、まあ本当になんだろうな、トミもやっぱ火力高いんで、うん、アスクリが先手よりも、うん、例えばアスクリって手番種類でパワーが下がっちゃうリンクだったり月光がいるじゃないですか、はいはいはい、で メンバーがいたら相手メンバーにダメージを与えるっていうウリゴロとか、はいはい、あの後手でも非常に強力なファイターが多いんで ね、 んで、 ね、で先手やっぱ後手で強いのがこのプロップだと思うので、はい、うん、これもやっぱね、先手に火力の高いトイ置いて、うん、さらに後手でさらに上乗せできる ね、 そうですね、プロップ、月光、リンクスっていう最強の攻撃を持ったファイターたちで追い打ちをかけると、はい、あと先手やっぱりかまってちゃんとかそうそうが非常にね、うん、先手ならではのやっぱり動きをしてくれますし、はい、まあ、あのそう意外とご了承しながら処理もねきちんとできるようになってたりするんで、はい、もう本当に強いデッキなんで、うん、ぜひ皆さんも使ってみてください。参考にしてみてください、はい、ということでご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。また次回のところでお会いしましょう。またね、バイバイ。